鈴木隆行さんは日本代表にも選ばれたことのある元サッカー選手です。現役時代には日本の鹿島アントラーズなどをはじめブラジルやベルギーのチームでもプレーしました。そんな鈴木さんは結婚して妻、子供がいますが、どんな家族なのかが気になりますよね。また2024年現在の活動や若い頃どんな様子だったかについても調べてみました。今回は鈴木隆行さんについていろいろな視点からまとめてみたので、ぜひ最後までお付き合いください。動画内紹介する画像や引用の詳細は概要欄のパスネタ元記事をご確認ください。第1章、鈴木隆行、妻はモデルの橋本優子。結婚は2009年。鈴木隆行さんは2009年に橋本優子さんと結婚しています。妻の橋本さんは高校2年の時にデビューしたモデルで、ファッションショーや CM、雑誌などで活躍している方です。趣味、特技としてボディーボード、スノーボード、スケートボードを上げるなどアクティブな一面もあります。二人の結婚は報道により明らかにされたもので、2009年の10月下旬に結婚したそうです。この時橋本さんがすでに妊娠しているとも伝えられ、結婚に子供と二重のおめでたいニュースとなりました。気になる馴れ初めは知人の紹介だったそうで、交際は結婚の数年前から続いていたようです。もともと鈴木さんの方が橋本さんのファンだったというので、鈴木さんが知人に頼んで紹介してもらった可能性も高そうですね。橋本さんはモデルということで美しい方ですが、鈴木さんも濃いめの顔立ちが特徴のイケメンですから、お似合いのカップルです。最近では夫婦揃って雑誌に登場するなど一緒に仕事をすることもあります。また妻のインスタには夫婦で撮影した写真も投稿されており、仲のいい夫婦という印象です。これからもおしゃれ美系夫婦の近況に注目したいですね。第2章、鈴木隆行の子供は2人。意外と子煩悩な一面も。鈴木隆行さんと妻橋本優子さんの間には娘と息子が1人ずついます。第1子である長女は2010年2月14日、第2子である長男は2013年1月に誕生しました。2024年現在はそれぞれ13歳と10歳なので、そろそろ手がかからなくなってきた頃でしょうか。鈴木さんは自身が元アスリートということもあってか、子供たちにもスポーツを習わせているようです。長女はテニスをし、長男はサッカーをしているといい、特に長男は2つのサッカースクールに通うなど本格的に取り組んでいます。余談ですが、子供たちがスポーツをし、鈴木さんもサッカーチームのコーチをしているので、鈴木家では一日中洗濯機が回っているのだとか。洗濯だけで毎日大変そうですね。さて、鈴木さんは見た目的にはかなりクールな印象ですが、家族や子供たちとの時間をとても大切にしています。現役引退後の仕事に関しても、なるべく家族との時間を確保できるよう、J リーグの下部組織入りなどは断念したようです。本人曰く、若い頃はサッカーが一番だったけれど、今は自分よりも家族が優先なのだそう。そのため、結婚してから今まで休日に家族を置いて遊びに行ったこともないのだと言います。何より妻や子供たちのことを優先できるなんて、素敵な夫であり、パパですよね。子供たちにもその愛情はしっかり伝わっていることでしょう。第3章、鈴木隆行は自宅で家事を手伝う。鈴木隆行さんは自宅に奥様と子供2人の家族4人で暮らしています。そして自宅の中では家事を手伝うなど、今時の夫らしい過ごし方をしているようです。自身も仕事で疲れているはずですが、自宅では洗濯物を畳んだり洗い物をしたりしているといいます。どうやら自宅にいる時の鈴木さんと普段我々が見ている鈴木さんとはいい意味でギャップがありそうですね。本人曰く、海外チームに在籍していた時などは自分で家事を行っていたため、今でも家事をすることは苦にならないのだとか。これら簡単な手伝いに加え、最近は料理動画を見て料理も研究しているといいます。もっとも今のところ家族からの指名がかからないため、腕を振るう機会がないようです。いつか家族からのリクエストがかかった時に備え、動画視聴でイメトレを続けるしかありませんね。このように家族をとても大事にしている鈴木さん、自宅では優しいパパの顔をしているのが目に浮かぶようですね。第4章、鈴木隆行の現在は、
解説者兼コーチ鈴木孝之さんは2024年現在サッカー解説者サッカースクールのコーチとして活躍しています。鈴木さんは2015年にプロサッカー選手としての現役を引退しました。そして引退後はサッカー解説者指導者として引き続きサッカー関係の仕事に就いています。さて鈴木さんは2018年に日本サッカー協会理事会においてJFA 公認 S 級コーチに認定されました。そして同年には東京都青瀬市で指導者としてのキャリアをスタートしています。プロのサッカー選手として長年活躍した鈴木選手ですが、プレーするのと指導するのは全く違うようです。これまでにはコーチとして人に教えることの難しさを実感し、毎日四苦八苦していると告白していることもありました。ところで昔はかなりクールで近寄りがたいイメージのあった鈴木さんですが、意外に子供が可愛くてたまらないという子供好きな一面があるようです。自身の子供が可愛いのはもちろんのこと、サッカースクールの子供たちも可愛いようで、自身の子供と同じように接しているのだとか。現役引退して9年が経つ2024年の鈴木孝之さんは、子供たちへの愛情あふれる素敵なサッカー指導者と言えそうです。第5章、鈴木孝之の若い頃はイケメンでとんがっていた。鈴木孝之さんの若い頃はイケメンで少しとんがっている印象のあるサッカー選手でした。まずはビジュアルについてですが、鈴木さんは40代後半になる2024年現在でも男前ですし、イケメンだったことは想像がつくでしょう。実際に現役時代鹿島アントラーズに所属していた時には柳沢敦さんと並んでイケメン選手と呼ばれていました。顔立ちがもともとイケメンであることに加え、髪の毛を金髪に染めたり伸ばしたりとおしゃれな一面も印象的だったのではないでしょうか。さてそんな若い頃の鈴木さんについては、とにかくとんがっていたという意見があります。鈴木さんは2022年にある雑誌の取材を受けていますが、その記事を担当したルポライターとは若い頃にも会ったことがあったようです。ライター曰く、若い頃の鈴木さんはとんがっていて、取材に訪れた際にかなりぶっきらぼうな言葉を投げかけられたのだとか。それに加え態度を見ても明らかに面倒くさがっていて、ふてくされたような様子だったというのです。そんな昔の自分について指摘されると、鈴木さん本人も若い頃はとんがっていた自覚があると認めます。そして当時は本当に疲れていたようですが、今ではそんな若い頃の自分も懐かしいと感じているようです。今では子供が好きすぎて子離れができないというほど穏やかになった鈴木孝之さん、若い頃のとんがっていた時代を乗り越えてこその今なのかもしれませんね。